Okazaki. やめさせてくれたんだな。今日は何もなかった。うん、助かったぞ。でもあれだけ賑やかだったからな、寂しくも感じた。 もちろんいる。みんないい奴らだ。あいつらを悪く言うつもりはない。けど、少し上品だな。お前たちはバカでいい。もう関わってしまったじゃないか。 嫌な奴でもだ。挨拶ぐらいはする。ああ、ちなみに嫌ってなんかいないぞ。いや、まあ、あいつもだ。うん、そうだ。広いぞ。母性愛に満ち溢れているんだ。これは実に女の子らしいと思わないか？ 失礼だな、年下だ。なんか不服そうだな。話はここまでだ。今日はクラスメートのやつらと帰るんだった。待たせたら悪い。厄介払いをするようだな。もっと名残惜しそうに見送れ。 お前ね、勝手に人の部屋に上がり込むな。びっくりするだろ。怖えよ。ったく、みっちり絞られたよ。ちなみに次はお前な。お前実家こっちなんだから 訪問されるぞ。まだ進学させる気でいるからね。お前もだよ。ああ、やっぱ降ってきたな。 これじゃどこにも行けないじゃん。 昼間っから男と部屋で二人きりなんてな。僕の部屋でしょ。まあね。負けた。 篠原って負けた。岡崎は？ え？ よし、勝った！よっしゃ、2連勝！
で3連勝って、僕が走るまでじゃんけんを続けるだけのゲームなんすかね。それって絶対いじめっすよね。外の部活は全部休みだね。ラグビー部戻ってくるかも。頼むからおとなしくしててくれよ。裸で雨の中走ってくんの？来てくれました。借り物だったのにちゃんと拭いて返さないとダメですね。バスケしましょう。無理でしょうか。ならシュートだけ見せてください。私見たいです。バスケ部だった人のシュートって間近で見たことないんです。私なんかと違って下投げじゃないんですよね。こうかっこよく構えて打つんですよね。だから見たいです。お願いします。知らなかったです。私やっぱりバカです。ごめんなさい。
お前マジでびしょ濡れじゃん。濡れたまま入ってくるな。ほらタオル。嘘つけ、ちゃんと洗ってあるっての。ドライヤー使うなら風呂場な。ビッグボン山本じゃねえか。ああ、そうだったな。そんなウジ虫のような名前だったな。で、どうした？客か？今日は客なんだな。サナイのパンを買っていくんだな。売れ残りすべてを買っていくんだな。ほら、金出せ。たっぷり持ってんだろ。最近の親は甘いからな。ほら、ジャンプしてみろ。古川は俺だ。秋夫様と呼べ。なんだ、渚か。渚になんか用か。そんじゃねえぞ、てめえ。切っちまうぞ。それは教えられねえな。どうだ、パンを買うか。買うなら教えてやろう。あら、グランドクロス岡崎さん。ごめんなさい、岡崎さん。いいえ、今日はまだです。サナエ、簡単に口を割るんじゃねえよ。どうしてですか？いや、それはだな。本当ですか、アキオさん。違うぞ、サナエ。私のパンは、私のパンは古川パンのお荷物だったんですね。サナエ、くそ。俺は大好きだ。私も探しに行きます。アキオさんがいますから。サナエです。わかりました。
こにいたの？あ、待って。お姉ちゃん知らない？お姉ちゃん、こいつ探すの手伝ってくれてるの。ううん、知らない人。でも、一緒に探してくれるって。多分。わからない。でも、見つけたらね、ここに戻ってくるって。どうしよう。ありがとうって絶対に言ってよね。じゃあね。見つかりました。元気です。あ、冷たい。この子で会ってますか？ん？あ、岡崎さん。ここに小さな子供いなかったですか？じゃあこれ届けないと。心配してます。え？じゃあこの子は何なんですか？でもこの子ガードレールの下で震えてたんです。そうですか。本当にバカです、私って。はい、大丈夫です。戻りました。岡崎さん、はい、わかりました。いらっしゃい。なんだてめえか。つうか、廊下から降りてきて客も何もねえな。アホか俺は。とっとと帰れ。
今日はもうやる気がしねえから閉める。今日もクソ残っちまったな。持って帰るか、小僧。くっ、愛想のねえやつだな。ああ、帰れ帰れ。おい、小僧。不行。